はい、ODS のほうです。はい、首をこう前に倒した時に痛い場合は、はい、また手を使って全身を連動させることによって首だけの負担を減らします。はい、手を後ろ、ちょっと横から移して手を後ろに回して手のひらを上にしますよ、ね、その時に首を曲げる時に普通はこう首だけでしか曲がってないですけど、腰骨盤、胸椎も一緒に連動させて動かします。でこう手を上げることで、こう、はい、これを数回、1回、2回、3回ぐらいすることによって首を曲げるだけでこの胸椎も腰椎も骨盤も連動して首への負担が減ります。はい、筋肉を意識するんじゃなくて骨、関節を意識してこの運動をやってみてください。はい、ODS の堀でした。